この鑑定は独特なカラーリングですね。アズレンとのコラボ鑑定にゃん。あのタイダナウプ主がアズレンコラボ期間中に動画作った、だと。はい、というわけで今回はティア級の日本大型巡洋艦、アズマに乗っていきます。お、幻の超高巡と呼ばれる大型巡洋艦ですね。今大津に実装されてるのだと、アズマと吉野がいるわ。確かこいつ、31センチメートル砲搭載だったよな。はい、なので貫通力が高く、また1発あたりのダメージも通常の従順より高いです。走行が若干不安だが、この大火力を使って敵を削りまくりたいぜ。早速敵ローンに向けて撃ったわね。ただ命中したのは1発、1700ダメージよ。たった1発でも、ダメージ自体が上がってるのが新鮮だぜ。と、あのローン、島のせいでターンできず、味方から集中砲火受けてるな。ローン払いなんてやめて、リボ払いに乗り換えよう。悪化してるじゃねえか。と、飛行4発貫通で敵ローンを撃沈。一瞬で散っていきましたね、あのローン。私たちも装甲は厚くないので、被弾には気をつけて戦っていきましょう。む、攻撃が飛んできてますね。奥の巡洋艦かしら。ってなんか見つかったぜ。目と目が合う瞬間。ちょっとやめろ。話をしよう。海軍の支援を要請する。ダメだ、ダメだ、ダメだ。いや、腕は。まさか序盤からジョージアが突っ込んでくるなんて思いもしませんでした。バイタル抜かれたけど、なんとか体力半分で済んだわね。そうしましたらこのまま引き打ち体制に移り、突っ込んできた敵ジョージアの対応をしましょう。アイマム。だがジョージアって最大速力40ノット近く出るよな。このまま取り逃がしてくれるか不安なんだが。確かにジョージアの速力は脅威ですが、こちらも味方戦艦がいるので突っ込んでは来ないでしょう。敵艦2隻からの砲撃でまた1万、3000近く削られたわ。残り耐久2万、5000人。大型巡洋艦ってなんだっけ？まあ火力は優秀だけどな。って突っ込んできたジョージアの後ろにまたジョージアがいるのか。はい、ジョージー。殺意マシマシ Z ですね。そんな変なこと言ってるから壁に突っ込むのよ。と、味方ジョージアが前に出てくれるようです。ここはジョージアの楽園だった。装甲薄いアズマが出ちゃいけなかったですね。ジョージアの 45.7cm 砲も痛いが、濃厚な副砲弾幕も痛いんだよな。味方ジョージアが接近していってるのに、まだニョンたちの砲撃ってくるニョン。そりゃまあ大体どこ撃っても貫通するからね。日本巡洋艦に装甲をください。何を言ってる。日本の艦艇にはヤマト魂装甲があるじゃないか。ヤマト魂装甲かっこ0ミリ。と、さすがに敵ジョージアらは味方ジョージア狙いに変えたわね。このままじゃ味方ジョージアがやられてしまうので、可能な限り援護しましょう。この付近で耐久一番低いの、本艦だけどね。そして6発命中、5000ダメージよ。やっぱ深く耐久減っちまうと、ダメージの通りが悪くなるよな。本艦の耐久もやばいけど、敵ジョージアもだいぶ削れたにゃん。このまま味方と協力して敵2隻のジョージア沈めたいぜ。ようやく敵艦と12キロくらい距離取れたから、比較的安全に攻撃できるようになったぜ。このアズマにおける通常の航線距離は、15キロ円だと思うのだけどね。で、味方ジョージアが敵ジョージアを撃沈。あのジョージア、思い切って突撃してくれて助かったぜ。ただ耐久的に、あまり長く持ちそうにないにゃん。ここで味方ジョージアがやられたわ。止まるんじゃねえぞ。希望のお花。それはフリージア。突っ込んできたのがジョージア2隻だけだったので何とか止められましたが、5隻とか同時に来られてたら終わってましたね。アジアにしては珍しい接近戦が見れてアリスちゃんは満足だよ。お前担当の魚雷がないからって楽観的だな。2隻目のジョージアは、味方が魚雷で仕留めたわ。それでは、味方と共に敵陣方向へと向かいましょう。アイマム。お、敵戦艦狙えそうだな。バックで島から出てきますね。久しぶりにやるとわかる、全身交代マーカーと角度モッドの重要性。リプレイ上限数撤廃モッドも含めて、もうモッドなしじゃやっていけないね。飛行7発命中、うち5発貫通で6000ダメージと火災よ。さて、今度は南にいる敵にも撃っていこうか。ちなみに残存艦艇数は2隻、こちらが優勢、だけどこっちは耐久減ってる艦艇多いわ。油断して突撃した結果返り討ち、みたいにはならないようにしましょう。まあ本艦は耐久に余裕がないので、突撃せず遠距離からの攻撃ですね。言うて遠距離ってほどの距離ないけどな。味方が前出てるので大丈夫です、多分。いや開幕耐久半分吹っ飛ばされた奴に言われてもな。ちなみに飛行は3発命中、3000ダメージと火災よ。さすがはアズマ、着火率が優秀にゃん。さて、引き続きアイオワに向けて撃っていくか。島に近いですが、座礁しないようお気をつけください。ふっふっふ、この私は座礁なんてしませんよ。いやー、開幕耐久半分削られた人が言うと説得力が違うな。いやいや、あれ皆さんも無警戒でしたよね。と、そろそろ味方に追いかけられてる前の敵も狙うか。もう、話変えないでくださいよ。撃てー。命中弾はなかったわ。味方がどんどん前へ行ってるので、私たちも続きます。と、左舷側に息のいいアタボが見えたな。
AP に切り替える時間はなさそうだから、とりあえず HE で撃っていくぜ。はい、お願いします。ただ一応時弾からは AP にするか。そろそろ弾着の頃合いね。3発命中、4700ダメージとかさえ。アズマの場合 HE が優秀なので、AP との切り替え判断が迷うところです。む、敵艦火災消しちまったか。切り替えちまったし、AP で撃つぜ。大きく点打はしないっぽいね。若干偏差取りすぎたが当たってくれ。2発命中、うち1発がバイタル貫通で1万ダメージよ。さすがは 31cm 砲、貫通力は十分にゃん。そういえばアズマと同じ大型巡洋艦としてギア10の吉野がいるけど、吉野とはどう性能が違うの？基本的に、吉野はアズマの強化版って感じになるわ。強化項目はいくつもあるけど、一番の強みは 20km 魚雷の追加ね。遠距離魚雷はロマン。ただ魚雷の発見距離が長いから、戦艦相手でも避けられることが多いのと、ギアが一つ上がることによって、相対的に強い艦艇にマッチするデメリットがあるわ。同じギア艦艇比較の場合は、ギア9のアズマの方が使い勝手がいいわね。最近は強艦艇も実装されたし、実質的にギア10がトップじゃなくなったしな。で、あのアタゴにはとどめさしてやろう。結局隠蔽に入らず、ずっと撃ち続けてましたね。隠れず撃ち続けるのは嫌いじゃないよ。まあアリスちゃんかアタゴの立場なら隠蔽由来し続けると思うけど。2発命中と火災。そして火災ダメージによって敵アタゴを撃沈。これでこちらが圧倒的優勢です。戦況はいいから座礁から早く抜け出してくれだぜ。いえ、この座礁は北の敵戦艦からの射線を切るために必要なんです。決してよそ見して座礁したわけじゃないですから。怪しいがとりあえずここから撃てそうだからよしとしよう。飛行弾は 18.5km 先の目標 20.5 秒で到着。通常の戦艦と同じくらいの弾速ね。弾速と威力の分、精度は3の巡洋艦より悪くなっているが、火災を複数箇所発生させるという意味では、逆に精度が悪い方が都合良かったりするぜ。4発命中で5800ダメージ、火災はないわ。火災なくても削れてれば OK だ。と、ここで北側の敵戦艦を味方が撃沈。残る北の敵駆逐艦も見つけられてるし、北からの攻撃はもう心配しなくてよさそうね。ほんじゃあ南の残った3隻撃ってダメージ稼がせてもらうか。2発命中、2400ダメージ。あのアイオワは島に隠れそうだから、次は長門の相手をやっていくぜ。ちなみに長門の飛行射程は 20.5km、うまくやればアウトレンジ攻撃もできるわ。戦艦相手にアウトレンジで戦う巡洋艦とは一体。まあ今はアウトレンジする必要はないので、寄り詰めるよう移動していきましょう。アイマム。2発命中。燃えないか。一応火災発生率は 30% と、異物とかの 17% より高くなってるわ。終盤になって運が悪くなってきたにゃんね。敵アイオワが沈んで、残る敵は2隻よ。お、ようやく燃えた。だけど一瞬で消火されたわね。まったく、人の努力をなんだと思ってるのか。と、火災起こしたせいかこっち狙ってきてるわよ。南の味方、結構やられちゃってますね。こちらに砲撃来るかもしれないので、回避行動はお願いします。アイマム。1発不貫通ね。む、敵艦撃ってきましたが HE ですね。面倒なので大きく回避行動は取りません。このアズマ、装甲薄いからあえて HE 撃ってきたのかもな。そこまでペラペラじゃないぞ。もしくは火災起こしてきたことに対する反撃かしら。さっきから当たってはいるが、複数発当たらずにダメージいまいちだな。と、今度は AP 撃ってきたので回避します。当たらなければ、当たる距離まで近づけばいいじゃない。もう13キロちょいのところまで近づいてるんだよな。と、ようやく火災起こったか。見た感じ3箇所燃えてるわ。あれはもう長くはなさそうだ。と、味方陣地にいる巡洋艦、見つかっているみたいですね。結構耐久削られてるから、砲撃される前にあの長門が沈んでくれるといいんだが。と、ここで敵長門を火災で撃沈。よし、残るはアズマだな。アズマは装甲ペラペラだから簡単に削れそうにゃん。いやまあ、私たちが乗ってるのもアズマなんだけどな。残り1隻ってのもあって味方からの砲撃が集中してるわ。で、2発命中、1600ダメージ。深く耐久心でそうだから、次は AP で削ってやるぜ。真横見せてくれれば嬉しいですが、点打されてしまいそうですね。と、ここで前方の味方巡洋艦がやられたわ。で、アズマには7発命中、だけど半分が冗談で5400ダメージ。久しぶりの大口径で投。残りは味方がやりそうだな。ここで味方戦艦が敵アズマを撃沈。敵艦隊殲滅により、私たちの勝利となりました。飛行138発命中で18万ダメージ超えね。最初は死んだかと思ったが、なんとか最後まで生き残れてよかったぜ。元のスコアは1900程度だったわ。はい、というわけで今回の動画は以上になります。また次の動画でお会いしましょう。